バイクとかサップのボードとかして、それを保管する場所が全然足りなくて、インタビューの準備ができたので、はい、スタンバイお願いします、はい、じゃあちょっとここで、はい、リンクバーズオープンはオンライン会議中でも周りの声がしっかりと聞き取れて、耳につけても、ね、目立たないんですよ。だから相手に気を使わせないでコミュニケーションがスムーズに取れるようになったりするんですよね。あのここに穴が開いてるでしょ。イヤホンから流れる音や情報を聞きながら外から入ってくる音も普段通りに自然に聞こえるから、日常生活にストレスをかけず QOL を上げてくれるんですよね。リンクバッジオープンだと音楽を聴きながら街の音も聞こえるので、あのまるで自分の生活がドラマチックに演出されているような感覚になるんですよ。あと駅のアナウンスやクラクションなども聞き逃さないので、音楽を聴きながらの移動にも安心感があるんですよね。料理が大好きなんですけど、料理をしている時にイヤホンでオーディオブックや音楽を聴いていると、家族の呼びかけや調理の音に気づかないことがあるんですよ。でもリンクバッズオープンならレンジのアラームの音や家族の声をしっかり聞き取れるので、料理もはかどるし家族とのコミュニケーションも取りやすくなると思うんですよね。ご飯できた？もうちょい。リンクバッズオープン。